クリス・ダグラス・ロバーツは、アメリカ合衆国、ミシガン州デトロイト出身のプロバスケットボール選手。デトロイトの地元の高校を卒業後、メンフィス大学に進学し、1年遅れで入学してきたデリック・ローズと共に、協力バックコート陣を形成。3年間プレイし、平均15.3得点を記録。3年生時の2007から08シーズンは、 NCWA トーナメントで快進撃を見せ、ダグラス・ロバーツもトーナメント戦で平均23.3得点を記録。チームはファイナルまで進出するもカンザス大学に敗北。トーナメント終了後にダグラス・ロバーツは、ローズと共に2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。そしてドラフトでは、ローズは全体1位で出身地のシカゴに本拠地を置く。 シカゴブルズから指名されたのに対し、ダグラス・ロバーツに対する NBA のスカウト陣の評価は低く、二巡目指名に甘んじ、40位でニュージャージー・ネッツからの指名となった。ネッツ入り後のダグラス・ロバーツは、低迷するネッツで、出場機会の確保に苦しみ、2010年の NBA ドラフト開催日にミルウォーキーバックスに放出され、バックスでも冴えないシーズンを送った後、 2011から12シーズンは NBA ロックアウトの関係でイタリアでプレーした。2012から13シーズン開幕前はロサンゼルスレイカーズのトレーニングキャンプに参加したものの解雇され、その後ダラスマーベリックス参加のテキサスレジェンズに加入。シーズン途中でマーベリックスに昇格したもののすぐにレジェンズに送られた。2013から14シーズン開幕前は ニューヨークニックスのトレーニングキャンプに参加するもやはり解雇され2013年12月にシャーロット・ボブ・キャッツに加入2014年4月のアトランタ・ホークス戦で決勝ブーザー・ビーターシュートを決めるなどボブ・キャッツのプレイオフ進出を後押し2014から15シーズンはロサンゼルス・クリッパーズと契約するも2015年1月にボストン・セルティックスに放出後解雇され そのままシーズン終了。2015から16シーズン開幕前は、ニューオーリンズペリカンズのトレーニングキャンプに参加するも、開幕前に解雇され、無所属の状態が続いたが、2016年2月29日に、再びテキサスレジェンズと契約した。ありがとうございます。